はい、ということで始まりました。はい、元々360度のいろんな世界っていう番組だったような気がします。今日のゲストはクラウンディオさんです。あ、僕だけすごい浮いてないですよ。割とね、割とシックシックとしてね、それだけ非常にカメラ映り見ると派手だなと思って。魔法使い、あ、魔法使いだよね。魔法使いタクトです。よろしくお願いします。ピアニストですね。はい、じゃあいいですね。何ニストですか。何ニストですかね。じゃあこれのこれにしましょう。これに、はい、今日はですね、クラウン、まあ、日本ではピエロっていう名前が有名ですからね。有名ですから、ね、うん、まあ同化師、ね、のメイクを、はい、プロがいらっしゃるので。そうですね、まあ、僕はね、あの生まれ持ってこの姿なんですけど。あ、そうですよね。そうそう、なかなか普通の人生まれ持ったらこういう姿になると思うので。あ、生まれ、あ、生まれた時もこの姿なんですね。そうですね、あの生まれた時からちょっと黒い帽子かぶって生まれてきたと思うんです。そうです、ね、髪の毛もこのまま、まあ、ちょっと謎にさんのこの鼻が赤くなかったりするから、そうです、まあ、メイクというものを使ってね、はい、あの似たような形になってみようかなっていうコーナーで、はい、はい、けど5分で5分でね、もうテキパキやんなきゃいけないですから、はい、早速いきましょう、はい、まあ、人間の世界ではですね、あのメイクをする道具がありまして、はい、まあ、今日はこの肌色のものをまずバーって塗っちゃおうかな。おっと、いきなりですね。いきなりですね。じゃあ、はい、いいんですか。結構ね、もうパーパーパーっと、あの、いっぱい使って大丈夫です。塗りたくっていただいて、ね、ファンデーションとかなんかないですよ。耳にするけどね、手にすることってあんまないと思うので。え、耳にするんですか。ああいうファンデーションって言葉はよく耳にするじゃないですか。ああ、そういうことだね。耳につけるのかと。そうそうそう、そういうことじゃないですか。まあちょっとこうバーッと塗って気になるところを押さえていただいて、はい、まあこれがいわゆるベースメイクと言われるものです。へえ。ああ、そう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 、ちょくちょく壊れる、これが壊れるちょくちょく壊れちゃう、これ慎重にして。次に行きましょう、時間がないので、はい、次に今日は僕と似たようなメイクにしようと思うので、赤ですね、はい、赤い紅をまず口下唇に塗ってみます。お、はい。じゃあ、からこっち下唇に塗ります。あんまり上やっちゃうとたらこ唇になっちゃうので下だけ。あ、なるほどね。はい。ドラキュラみたい。ドラキュラみたいになってる。ドラキュラみたいな。ビジュアルの都合なんかそんな感じに。下の叩きのここのトップを中心と見立てて、うん、そこからこう叩きながら広げていく。へえ。いうイメージね。どのぐらい広げるんですか。どうですかね、これは顔の形とかによっても似合う形、大きさがあるので。喧嘩したの、喧嘩したの。あ、でも、ま、殴られたの。いい、あ、いい、いい、まあ、いいですよ。もうちょっと濃くてもいいかもしれない。この綿棒を使いたいと思います。なぜかというと綿棒の先ちょっと丸くなっているので、この黒いところにこうくるくるくるってまず取ります。そうすると、わかります。あ、こういうふうに黒が赤いお口の中とか外でも構いません、目の下とかでもいい。で、そばかすをちょっと入れてみようかなってところにポンって当ててクリクリっとやってみてください、うん、なるほど。絵を描くっていうよりは当ててぐるぐる押し付ける、その垂直にこうやり合おうよ。やり合いだってほら、これ一人だと一人占めになるけどさ、これやるとさあー、それだったらかもしれない。エコでいいですね。お互いにそう。いや、違う、ここにやっとるやん。こっちこっちこっち、オッケー、オッケー。あ、そうか、こうか、こうですね。こっちかな。オッケー、オッケー、いいです。どうなってるかな。こんな感じです。だいぶでかいですね。あ、そうなんだ。遠慮の差というか。太いくね、これ。ああ、なんか。いい感じになってきて。いい感じ、いい感じ。いいですね。で、このままだとちょっとベタついてしまうので、はい、ここにですね、あの、おしろい粉というものがあります。おしろい粉というものがあるので、このパフに、こう、ポンと粉をつけて、こう、ポン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 。結構思い切りつけちゃって大丈夫です。ちょっとこぼれちゃいけない。タオルの上でやりましょう。これはもう一人ずつしか多分できないと思うので。このパフを結構べったりつけて、結構べったりつけて、つけてこの全体的に、で特に黒のところが今色濃いと思うので、はい、まず黒のところからこれタオルの上がいいと思います。それでご飯食べる。ちょっとごめんなさい。
顔だから笑わせてくるから、ね、これなんでここに粉の箱を入れたかっていうと、はい、落ちた粉を再利用できるので、これはまたエコになる。なるほど ね、ところどころエコ入れてます ね、 エ コ、 ますね。エコの仕事取れないだけでしょ。いやいや、そんなことない、そんなことない。だってエコの話になって、なんで今日この格好してるんだ。意味わかんない。全然意味わかんないこれ。僕さっきエコパフォーマンスをしたエコにテーマにして、ね、ショーをしまして、はいはい、そのままの流れでこの格好しているので常に吐く着てるわけではないんですよ。大事なとこ飛びましたからね。はい、あ、そう、素晴らしい。それですか。落ち着きました。じゃあこれのぞみ。ハテナも。あ、いい感じいい感じ。でも多分つかないと思います。あ、本当だ。三つ兵器を用意しました。じゃーん。お、花ですか。はい、花でございます。花。なんと花の穴が開いているという。へえ。空気しよう。あ、似合う。お、似合う似合う。本当ですか。似合う似合う似合う。クラウン。まあ、似合うこと。似合う似合う。クラウン魔法使い。後ろに不安に思わなくていいですか。もっと堂々とするっていう。あ、まあ似合うことこれ。いい。リアルスノーですね。リアルスノー。リアルスノー。どうぞどうぞ。全然。そう、こっち。ね。はい、チーズ。バッチリです。バッチリ。次回はちょっとそれぞれのオリジナルみたいな。やってみたい、やってみたい、ね、ちなみに、なんか告知とか。あ、じゃあせっかくなんで、はい、今日はね、全然あのメイクの先生みたいになってますけど僕、パントマイムもやってまして、あの、今度ですね、あ、こういうパントマイムというものですね、あの、やりませんけど、ここではシアターパントマイムフェスというね、パントマイミストが一堂に集まってるイベントがあります。はい、でちょっとね、まあ、ちっちゃいチラシなんですけど、このこれね、6月23、24の2日間、金曜と土曜日に、私も出演するプログラムがありまして、ソロでパントマイムだけで30分ぐらいのものをね、あのと言いつつ、パントマイム以外のこともいっぱいやると思うんですけど、あの、お腹いっぱい笑えるような作品作っていますので、もしよろしければ、あの、ぜひ検索していただいて遊びに来ていただきたいなと思います。もう一つだけ、はい、こちら今度白黒になっちゃうんですけども、ロックストリート彫像祭というイベントを、あの、オーガナイズしてます。はい、はい、どんなものかというと、これはね、あの、パントマイムに近いもので、スタチューというパフォーマンスがあります。あの、道端なんかでこうカチンと止まってて、なんかちょっと近づいたら驚いたりとか動いたりとかするパフォーマンス、日本ではまだ珍しいんですけども、その珍しいのに 2,30 体集まるという多分日本最大規模のイベントを、あの、やってまして、こちらがですね、6月の3、4の土曜日、日曜日、はい、浅草の、ロックブロードウェイ通りというところで行われます。なるほど、はい、でこちらにもね、私おりますので、まあ、よろしければこちらにもぜひ遊びに来ていただきたいなと思っております。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、します。という感じでね、今回はね、ピエロのメイクを5分でやってみようっていう挑戦だったんですけど、はい、どうですか。いや、もう全然違うのと、あとやっぱりこの遠慮の差ですね。そうですね、それに尽きるかなと。いや、ね、なかなかあまりしないので、すごいいい経験になります。そうですね、すごくお二人とも似合っているので、ぜひその道にも進んでいただければ。まあ、そのメイク自体がしたことなかったので、あ、そうなんだ。いきなりそんな、なるほど。じゃあ、何のメイクが、何の打ち合わせもなくいきなりぶち込まれるとか、いい機会でしたね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ぜひチャンネル登録してね。この辺にあるのかな、多分多分